ゴート、羽生結弦 vs ナンバーアンダーライン愛、スケート界の帝王と音楽シーンの革命時、二人の頂点を徹底比較。羽生結弦とナンバーアンダーライン愛、共通点、ゴートが語る、日本の文化進化。ゴートという言葉は、スポーツや音楽、エンターテインメントの世界で、グレーテスト・オブ・オール・タイム、つまりその時代の中で最も偉大な人物を指す称号として使われています。しかし、 日本においてこの言葉が特に注目を浴びている理由は、2つの象徴的な存在がこのゴートの称号にふさわしいとされているからです。その1つがフィギュアスケート界の王子である羽生結弦、もう1つが現在日本の音楽シーンで飛躍的な人気を誇るナンバーアンダーラインアイです。この2社は、それぞれ異なる分野で頂点に立ち、世界中のファンを魅了しています。興味深いのは、彼らがそれぞれの分野で、 強盗と称され、また同時にその言葉を通して互いに関連付けられるような現象が起きていることです。羽生結弦選手は、彼の圧倒的な技術力と芸術性、そして数々の記録的な偉業により、フィギュアスケート界において7年、ゴートと称されています。彼が世界中のファンを魅了し続ける理由は、単なる勝利や記録だけにとどまりません。羽生選手の滑りには感情があり、 彼の一つ一つの演技はまるでストーリーを語っているかのようです多くのファンが彼の演技に涙を流しまた彼の努力と情熱に心を打たれるのはその裏にある人間的な魅力が大きく影響しているのです彼のカレンダーブック GOAT 派にうゆずるカレンダーブックが発売されるというニュースもファンにとってはまさに g o a というタイトルにふさわしいものとして受け入れられています 366枚の厳選された写真が毎日楽しめるこのカレンダーは、羽生選手の偉大さとその存在感を日々感じさせてくれる特別なアイテムです。一方で、音楽業界において急速に成長し、ゴートの称号を獲得しつつあるのがナンバーアンダーラインアイです。このグループはデビュー以来、その音楽性とパフォーマンスで日本国内外のファンを虜りこにしています。彼らのデビュー曲、ゴートは、 その象徴的なタイトルとともに、まさにグループの意図を表しています。ゴートというタイトルは、彼らが目指す最高の存在であり、また自分たちの音楽を通して何か特別なものを作り出したいという強い意志を感じさせます。この楽曲のミュージックビデオは、すでに7700万回以上の再生回数を誇り、100万回再生に向けたチャレンジも注目されています。 これほどの再生回数に達するのは、単に人気があるからではなく、彼らの音楽とビジュアルが共鳴し、多くの人々の心を動かしているからでしょう。興味深いのは、羽生結弦選手とナンバーアンダーライン愛の間に存在する、ゴートという共通点です。スポーツと音楽ということなる分野にもかかわらず、彼らはそれぞれの領域で最高の存在として認識されており、その影響力は日本国内にとどまらず、 世界中に広がっています。羽生選手が競技の枠を超え、フィギュアスケートという芸術を体現しているように、ナンバーアンダーライン愛もまた音楽の枠を超えた存在感を放っています。これらの象徴的な存在が、ゴートという共通の言葉を通して結びつくことで、日本の文化における新しいトレンドや価値観が生まれているのです。また、ナンバーアンダーライン愛のデビューシングル、ゴートが、 羽生選手のカレンダーブックと同時期に注目を浴びていることは偶然のようでありながら、どこか運命的なつながりを感じさせます。音楽業界とスポーツ界ということなるフィールドでありながら、どちらも最高の存在として君臨している彼らは、日本のファンだけでなく、世界中のファンにとっても特別な存在です。さらに、このゴートというテーマを深く考えると、ただ単に最も優れたという意味を超えて、 人々がなぜこれほどまでに彼らに惹かれるのかその理由にも迫ることができます羽生選手はその絶え間ない努力と挑戦を通じて自己の限界を超え続けています彼の姿はただのアスリートではなく人間の可能性を体現する存在として多くの人に希望を与えていますナンバーアンダーライン愛もまた音楽を通して感情やメッセージを伝え人々の心を動かしています 彼らの音楽には、一度聴いただけで耳に残るメロディーやリリックだけでなく、彼ら自身の個性や情熱が込められており、それがファンを引きつける要因となっています。現在の日本における、ゴートという言葉の人気は、単なる称号の一つとして捉えるのではなく、その背後にある象徴的な意味を探ることが重要です。羽生結弦選手やナンバーアンダーラインアイのような存在が、ゴートとして称えられる理由は、 彼らがただ成功しているからではなく、そのの成功の裏にににああるる努力、力情熱、そそして人々に与える影響力にあります。彼らはそれぞれの分野で頂点に立ち続けるだけでなくファンの心に深く根付く存在でありこれからも強盗という称号にふさわしい活動を続けていくことでしょう。これらのことを考えると私たちが今後ゴートという言葉をどのように使い理解していくのかが問われているのかもしれません。 単なる、最も優れた存在としての意味を超えて、この言葉が持つ深い意味を理解し、またそれを体現する人々に対する尊敬の念を忘れないことが大切です。羽生結弦選手とナンバーアンダーライン愛のような人物が、ゴートという称号を通して私たちに示してくれているのは、成功の裏にある努力と、その影響力の大きさです。それこそが本当のゴートとしての意味であり、 彼らが今後も日本の文化や世界に与える影響は計り知れません。ウ乳ズル選手とナンバーアンダーラインアイの成功は、単に技術やパフォーマンスだけでなく、彼らがそれぞれの分野で生み出した感情的な共鳴や文化的影響にまで及んでいます。このような影響力を持つ存在が、冒頭と称されるのは、当然のことかもしれません。しかし、ここで私たちが改めて考えるべきことは、 彼らがどのようにしてこの称号に値する存在となったのか、そしてそれが今後の日本文化にどのような影響を与えるのかという点です。まず、羽生結弦選手について考えてみましょう。彼のフィギュアスケートに対する情熱と献身は、単に競技者としての成功だけでなく、アーティストとしての成長にもつながっています。彼が表情で披露する演技は、スポーツという枠を超えて一種のパフォーマンスアートとなり、 多くの人々に感動を与えていますフィギュアスケートの世界では、技術的な完璧さだけでなく、演技全体が観客の心を動かす力を持っていることが重要です。羽生選手はその点において他の追随を許さない存在であり、その感情豊かな演技は、まるで観客一人一人に向けて物語を語りかけているかのようです。彼のスケートは、視覚的に美しいだけでなく、その背後にあるストーリーやメッセージが、 多くの人々に勇気や希望を与えていますまた羽生選手が怪我や苦難を乗り越えながらも常に進化し続ける姿は単なるアスリートではなく自己の限界に挑み続ける人間の姿を象徴しています彼がフィギュアスケート界で強盗と称される理由は彼が競技者として優れているだけでなく彼の生き方そのものが多くの人々にインスピレーションを与えているからです彼の姿勢は 努力と情熱があればどんな困難でも乗り越えられるというメッセージを私たちに伝えており、彼を見ていると私たちもまた何かに挑戦し続ける勇気を得ることができます。一方で、ナンバーアンダーライン愛は音楽という分野で同様の影響力を持っています。彼らの音楽はただのエンターテイメントではなく、聴く人々の感情に深く響くものがあります。特にデビュー曲、ゴートは、 彼ら自身が自分たちの目指す方向性を明確に示した楽曲であり、その力強いメッセージはファンに大きなインパクトを与えました。音楽は言葉やメロディーを通じて人々に直接訴えかける力を持っており、ナンバーアンダーライン愛はその力を最大限に活用しています。彼らの音楽は、ジャンルや国境を超えて多くの人々に愛され、特に若い世代にとっては、 彼らのの音楽が自分たちの感情や経験を代弁しててくれる存在となっていますまたナンバー・アンダーライン・アイがデビュー後短期間でこれほどの成功を収めた背景には彼ら自身の個性や独自性が強く影響しているといえます現在音楽シーンは非常に競争が激しいですがナンバー・アンダーライン・アイはその中で自分たちのスタイルを確立し他のアーティストとは一線を画す存在となっています 彼らの音楽やビジュアルは、どこか新しさを感じさせると同時に、古くからある日本のポップカルチャーの要素をうまく融合させており、それが彼らの魅力の一つとなっています。また、ナンバーアンダーライン愛が、ゴートとして称賛される理由の一つは、彼らが音楽を通じて自分たちのメッセージを世界に発信している点です。羽生結弦選手と同様に、彼らもまた自分たちの才能を最大限に発揮し、 人々に感動を与え続けています。彼らの音楽は、単に日本国内だけでなく、海外でも多くのファンを魅了しており、これからも彼らの影響力はさらに広がっていくでしょう。このように考えると、ゴートとしての羽生譲る選手とナンバーアンダーライン愛の共通点は非常に多く見られます。彼らはそれぞれの分野で異なるアプローチを取りながらも、最終的には同じ目的、つまり人々に感動を与え、 影響をを与えるるといいう使命を持っているのです彼らの成功はただの偶然ではなく長年の努力と情熱そして何よりも自分たちの才能を信じ続けた結果として生まれたものです。最後に「強盗という言葉の本当の意味について再考してみる必要があります。この言葉は単に最も優れた人物やチームを指すものではなくその成功の背後にあるストーリーや努力を評価するものです。 羽生結弦選手やナンバーアンダーライン愛のような存在が強盗と称されるのは彼らが常に挑戦を続け自分たちの限界を超え続けているからですそしてその姿勢が多くの人々にとっての希望やインスピレーションとなり彼らを強盗として称える理由となっていますこれからも羽生結弦選手とナンバーアンダーライン愛はそれぞれの分野で新たな挑戦を続けていくことでしょう彼らの活動を通じて 私たちは、強盗という言葉の真の意味を理解し、それを超えた存在として彼らを称賛し続けることになるはずです。